この完璧なうどんは。米の油最高やな。ともまぐ。さあ、明石海峡大橋を渡って、私が今回向かう先は。どうも、トミーこと谷川ともみです。さあ、今回は車で香川県に今向かっています。今はですね、鳴門大橋を通って徳島県に入りました。去年の秋に高松に行って、でその時に讃岐うどんを食べてむっちゃくちゃ美味しくて感動したので、今回はたくさん美味しい讃岐うどんを食べたいと思います。高松市でーす。香川のうどん屋さんっていっぱいあって、どこに行こうかすごく迷ったんですけど、まずは食べログの上位にいつもランクインしている有名店に向かいたいと思います。そこはすぐに売り切れてしまうという大人気店で、今が10時前なんで残ってるか心配なんですけど、行ってみたいと思います。トモモグ来た、やってきた。お、結構車が止まってる。さすが大人気店。お、あ、めっちゃ並んでるわ。というわけで着きました。じゃあまず1軒目のお店はこちらです。さすが大人気店、たくさんの人が並んでいました。店内に入るとうどんの優しい香りがふわっと漂ってきました。しかもうどんめちゃくちゃ安いです。小で、あったかいので。私はお揚げさんをトッピングして、そして温かいお出汁を自分でかけます。その後は隣にあるネギを入れます。これで250円、めちゃくちゃ安い。いい匂い。お出汁めっちゃ美味しい。違う、めっちゃジューシー、程よい甘さで、めっちゃ美味しい。美味しい。なんやこの完璧なうどんは。やっぱりさ、香川のうどんってめっちゃ美味しいな。ごちそうさまでした。こっちお土産用のうどんも販売してる。お土産買った。美味しかった。じゃあ次のうどん屋さん行きましょう。シュー、ガモうどんめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。お出汁がいりこがよく効いてて、すごい優しい味わいで、こうなんか出汁ですって主張してるわけじゃないけど、もうなんかうどんの麺とこの出汁の相性がすごい良くて、うどんもすごくコシがあって、あったかいおうどんにしたのにちゃんとコシが残ってて、いや、やっぱ讃岐うどんってやっぱり美味しいなって改めて思わせてくれるおうどんでした。あのお揚げさんもめっちゃ味が旬でて、ほんまに美味しかった。次はあの昔から私が食べてみたいと思ってたうどん屋さんに行きたいと思います。トモモグ、何これ、めっちゃでっかい山。おにぎりみたい。美味しそうな山やな。金目潤のふるさと三豊市へやってきました。来ました。このお店に行きたかった。やってきたのはこちらのお店です。やってきたのは金熊餅。お餅屋さんが営むうどん屋さんで、お餅が入ったうどんメニューが名物のお店です。これが食べてみたかって。香川の人はこのあんこの入ったお餅を
食べるっての聞いてて、それのうどんがあるってテレビで見たんで、これずっと食べてみたかったやつ。というわけで、人気ナンバーワンのあんもち天ぷら入りのおうどんを注文しました。びっくりした、注文してあっという間に来た。おいしそう、めっちゃいい匂い。さあ、これが噂のあんこの入ったお餅の天ぷらが入ってます。でっか。で、これがこの辺りの名物のエビちくわです。なんかこの昔のお金のマークよく見かけるんやけど、この辺り有名なんかよ。このあん入り食べてみたかったから嬉しいな。美味しそう。エビの味する、すごい。でっかいの、すごい、めっちゃでかいお餅。うん、合う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 。お出汁のこの塩辛いのと、このあんこがめっちゃ合う。これすごい好き、おいしい。美味しかったです。ごちそうさまでした。あんかなって思ってたんですけど、やっぱり予想以上にぴったり合ってて、この甘い後にお出汁のこのしょっぱい味がして、この甘じょっぱいっていうあの味がたまらなく美味しかったです。では今からこんぴらさんに向かいたいと思います。とももぐ、こんぴらさん到着しました。なんか杖借りれるらしいんで、ちょっと借りてきます。はい、なんか太さいろいろあるな。こんぴらさんってそんな大変な登るの？何も知らんねんけど。あ、いいんじゃない？これ？こんな感じ？はい、いけ。めっちゃいいやん、すごい楽しい。なんか登るのにちょうどいいかも、今日。そんなに暑くないし、結構涼しいから。何分ぐらいかかるんやろ、登るの。まあでも杖あるし、余裕で登れそう。なんかいろんなお店があるから、結構登ってても全然まだ苦にならへんぐらい楽しい。参道の階段登り口から御本宮までは片道でだいたい45分ぐらいかかります。45分間ずっと階段が続くのではなく、参道の両側にはお店がたくさんあるので、楽しみながら登ることができます。この日はお休みのお店が多かったです。この階段登ってちょうど100段目になります。階段が一気に急になります。休憩していたおばあちゃんから、この先長いから頑張ってねと応援してもらいました。すっごい急になった階段が。見て、すごい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 、景色がすごいところまで来たよなって分かる。すごいな。ここで294段目、あと491段もあるの。きっつ、しんどい。はあ、はあ、はあ、はあ。気持ちいいな。
調子いい。わ、こんなバテバテの状態でずっと登っていたので、参拝が終わって階段を降りてきた人たちから、この先まだまだ長いよ、頑張ってねと笑いながら応援されました。ゴール？これこの最後の階段を登りきれば、こんぴら山785段目の本宮へ到着します。ここからは早送りせずノーカットでぜひご覧ください。最後の階段は一段一段がちょっと高めでめっちゃきつかったです。待って、ちょっと、しんどい、疲れた、ほんま疲れた。綺麗な景色、結構高いな。あ、車の中で見たおにぎり山がある。あ、空気が気持ちいい。御本宮でしっかりとお参りをしてパワーをもらってきました。このさらに上には奥屋城があって、そこまでは合計1368段の階段があります。ここからまだ583段登らないといけません。まだ奥屋城があるんですけど、もう疲れたので下山します。疲れた。アメちゃんですか？結構ガラケーだね。特別にいいですけど、こういう扇形なのトンカチで割って食べる。あ、トンカチで、うん、これコンピラさんの有名な。そうそう、ここから境内になるんで、特別にこの保険、この飴を売ることが許される。へえ、あ、保険だけなんだ、うん、そう、ガイドブックにもね、必ず載ってますね。あ、そうなんや、はい、ここの参道で5軒だけしか売ってないっていうこの飴ちゃん買いました。柚子が効いてて美味しい。下りは楽やね、めっちゃ楽。めっちゃ喉乾いたんでラムネを買いました。めっちゃ久々にラムネ飲む。これってこっち？違う、これどうやってやる？どうやってやるのこれ？わかったわかった。プシュってなるかな、怖っ。めっちゃうまい。ああ、体に染み渡る、めちゃくちゃおいしい。ごちそうさまでした。あった、かまたまソフト、これ食べたかったやつ。ネギと醤油と一緒に食べるダウダンパイ味になります。はい、ありがとうございます。さあ、かまたまソフト、ちゃんとうどんに見えるように細くなってる。いただきます。あ、ここがなんか普通のソフトクリームや。このネギと醤油のところかな。あ、確かに若干うどんっぽいね。ネギと生姜と醤油？なんか思ったより美味しい。うん？うん。なんか不思議なもんで、うどん食べてるような気分になる。うどんの麺に見えるように機械を改造して細いソフトクリームを作っていると店員さんが言っていました。見た目を裏切る美味しさで、程よい塩気がアクセントになって濃厚な味になっていました。
こんぴらさんお参りしてきました。なんかもう足がガクガクブルブルするぐらい疲れて、今ももうむっちゃ疲れたんですけど、でもお参りしてほんまに良かったなって思うぐらい心がスッと晴れやかになりました。ほんまは行きたいうどん屋さんがあったんですけど、電話したらもう閉店してるということなんで、高松に向かってホテルにチェックインしに行きます。今日泊まるホテルはこちらです。夜泣きそばが無料なんで、これまた夜に食べようと。とももぐ、ホテルにチェックインして荷物置いてきたので、今から前高松で食べてめちゃくちゃ感動したうどん屋さんに今から行ってきます。あ、閉店時間ギリギリに間に合いました。やってきたのはうどんバカ一代。以前私の動画でもすでにご紹介しているのですが、あまりの美味しさに再訪問しました。閉店時間ギリギリに来たから並ばずに入れてよかった。今日もこの間食べて感動した鴨バターを注文しました。7、8分かかるってことなんで、ちょっと待ちます。バターがいい感じに溶けていっています。ネギとトンカツをトッピングしました。あ、バターがこう完璧に溶けてしまった。うわー、いい匂いする。美味しそう。バターと卵ですごい濃厚な味わいになってて、黒胡椒はまた効いてて美味しい。めっちゃ美味しいな、ほんま。頭にすればよかったかも。他に麺がめちゃくちゃもちもちで美味しい。ごちそうさまでした。うどんバカ一代めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。前回行ってめちゃめちゃ美味しさに感動して、で今回もまたまた美味しくて感動しました。あのもっちもちのうどんが大好きです。じゃあ今からうどんではない香川名物を食べに行きたいと思います。とももぐ、やってきたお店はこちらです。じゃじゃん。もう一つの香川名物食べに来たのはこの骨付き鶏です。親とひな一つずつ注文しました。生絞りレモンサワーを飲みました。乾杯。美味しい。はい、生き返る。いたー、こっちがひなです。そしてこっちが親です。付け合わせのキャベツもやってきました。熱っ、ほんまや、めっちゃ熱いわこれ。あ、いい匂い、いい匂い。一緒。ほんまはハサミで切って食べるんですけど、ちょっとガブッといきたいと思います。いただきます。
あっか。めっちゃくちゃ美味しい。何これ、めっちゃくちゃ美味しい。めっちゃジューシーやし、すっごいしっかりとしたパンチのある味付けで、あっかっ。すごい柔らか、ジューシー柔らか。ちょっとこれ肉汁がすごい、ほったほた落ちる。全然ひなと違う。親は後ろもこんな感じで、これもちょっと一回かぶりついてみよう。いただきます。あ、こっちすごい噛み応えある。まあ全然違うけど、こっちはこっちでめちゃくちゃ美味しい。ラーメンめっちゃ、これずるいっていう。なんか簡単に切れちゃう。よいしょ。私がめっちゃ解体が下手だったんで、今友達が切ってくれています。あ、やっぱ大きすぎた。こっちもハサミで解体しました。はい、ありがとうございます。ケーキ召し上がっておいしいんで。あ、これに、はい、おにぎり注文しました。これを、おにぎりをこの油につけて食べようと思います。おにぎりを、よくよくつけて、ハハ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 。何回食べても美味しい。鶏の脂ってさ、こんなに最高に美味しかったんだ。初めて知った。最高やった。ごちそうさまでした。らんまるめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。もう親もひなも両方めちゃくちゃ美味しかったけど、でも何より美味しかったのが、あの最後のおにぎり。おにぎりにあのタレをつけて食べた時に、鶏の脂ってこんなに美味しいんやってめちゃくちゃ感動しました。いや、ほんまに最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。とももぐ、鶏の脂が美味しすぎて体が覚醒してきた。なんかまだまだ食べたい気分になってきた。ホテルの無料の夜泣きそばを食べに来ました。いただきます。もう美味しい。夜泣きそば美味しかったです。ごちそうさまでした。ではこの後は温泉に浸かって、で今日はこんぴら山に登ったりして、もうめちゃくちゃ疲れたんで、ゆっくりと休みたいと思います。明日も美味しいうどんを食べ歩きしたいと思います。ではおやすみなさーい。とももぐ、Thank you.
食べログの上位にも。おお、しゃべった。なんかもう出汁が出汁ですって主張。あ、めっちゃもう。荷物置いてきたので次のうどん屋さんに向かいます。ともものもぐ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 ぷ、もぐもぐぷ、もぐもぐぷ。